はい、皆さんこんにちは。今日はですね、iPad で動画編集するやり方をですね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、動画系のアプリの紹介はですね、今回が初めてになるんですけど、これ、この前、Apple Store の京都店に行った時に、iPhone で撮った動画を iPad に移して、それをつなげて、少し加工して、動画編集するっていうのをちょっと自分でやったんですけど、それをですね、どうやって作ったかっていうのを今日は紹介していきたいと思います。で、今日はですね、そんなに難しいことはしないので、iPad でサクッと動画編集したいっていう方のですね、導入編みたいな感じで、作っていきたいと思います。で、今日紹介するアプリはですね、ルーマフュージョンっていう動画編集のアプリです。で、iPad で動画編集をちゃんとしたいと思ってる人はですね、この子がもうズバ抜けておすすめです。細かい色の調整だったりとか、あとスロー再生とか早送りの調整もすごいしっかりできるし、あとこんな感じでタイムラインのですね、構成もしっかりしてるので、Mac とか PC で動画を作ったことある人はですね、多分すぐに習得できると思います。で、他にも動画編集のアプリとしては iMovie だったりとか、あと Adobe のプレミアラッシュ、あと Perfect Video で、 InShot っていう SNS 系に強い動画編集のアプリがありますね。で、いろいろあってどれもですね、簡単に動画を編集するぐらいならできるんですけど、まあ、各アプリですね、ちょっと足りないなって思うところがいろいろあったりするんですよね。なんですけど、このルマフュージョンはですね、一切そういうのなくて、もうかゆいところも全部手が届くというかね、完璧に作られてると思います。で、値段はですね、2400円ってちょっと高めです。なんですけど、まあ2400円払ってでもですね、買う価値はあると思うので、ぜひね、iPad で動画編集ちゃんとしたいっていう人は、ぜひ買ってみてください。はい、じゃあ始めていきます。まずルマフュージョン立ち上げたら一番最初にすることなんですけど、新しいプロジェクトファイルを作る必要があります。で、新規プロジェクト作るときはこの左下にプロジェクトボタンっていうのがあるので、ここを押すとですね、まあ過去のプロジェクトファイルだったりとか新しいプロジェクトを作るときにここから始める感じになります。で、このプロジェクトのボタンを押したらですね、その横にプラスボタンがあるので、そこからですね、新規プロジェクトを立ち上げていきます。で、ここを押したら、プロジェクトのファイル名だったりとか、あとフレームレートですね。あとはフレームアスペクトって言って画角ですね、16対9かっていう横長にするか縦長にするかとかをここで一番最初決めていきます。で、プロジェクトファイル立ち上げたら、今この下のところにタイムラインっていうパネルがあって、で、左上のところはですね、写真フォルダの中に入っている写真とか、あと動画が一覧で表示されてます。で、右側の上のところ、黒いところですね、これはプレビュー画面で、これから作っていく動画のプレビューを表示させる画面になります。で、初めですね、とりあえずやることなんですけど、この写真フォルダの中に入っている動画たちですね、これで使いたいと思う動画をこうやって複数選択してあげて、で、その状態でこの下のタイムラインにドラッグして入れてあげます。で、そうするとこうやって順番にね、並んで配置してくれます。で、まあこんな感じで、2本指でズームの、ピンチアウトができるし、1本指でこのタイムラインの再生位置をこうやって、位置をね、動かしてあげることができます。で、もしこのパネルの位置ですね、各パネルの位置が気に入らない人はこれを変えることもできて、この右下のパネルボタンっていうのがあるので、これを押してあげると、このプレビューの画面が左に来たり右に来たり、あとは縦長のね、動画を作りたい人はここで位置変えてあげて作ってあげた方が多分はかどると思います。で、こっからこのタイムラインに配置されている動画のクリップの長さをこうやって1個ずつ変えていくんですけど、この動画のクリップの端っこをですね、グッてホールドしてあげて、こうドラッグしてあげると長さが、短くなったり長くなったりします。で、下のところにですね、ツールパネルっていうのがあって、ちっちゃいアイコンがね、たくさん並んでると思うんですけど、ルマフュージョンはこのツールパネルのアイコンたちをですね、駆使して作っていく感じになります。で、もしカットしたいときはこのハサミツールっていうのがあるので、ハサミツールポンって押してあげると、そのクリップの、ところがカットされて、まあ、削除したり、移動させたりっていうことができますね。
で、この動画のクリップをですね、長押ししてあげて、こうやって上にポンって持ってきてあげると、まあ、動画の軸、タイムラインが1個増えて、こう上にですね、動画を乗っけてあげることができるので、まあ、動画を重ねて表示させたいだったりとか、あとワイプみたいな感じで入れたいときは、この軸をですね、1個増やしてあげて作ってあげるといいかなと思いますね。で、今回はですね、この1つの軸だけで作っていきます。で、まあこんな感じでですね、ざっくりこの動画の順番っていうのを決めれたら、この一個一個の各クリップの、細かい微調整ですね、カラー編集だったりとか、あとサイズの変形っていうのをやっていきます。動画だとこれ iPhone で撮ったので、この動画がね、90度回転しちゃってるので、これを編集したいときはですね、この動画をダブルタップします。で、そしたら、この編集モードに切り替わるんですね。で、ここでサイズとか変形させていくんですけど、この左下のところがサイズ変形で、2個目が、速度のコントロールです。で、3個目がオーディオの編集で、一番右端のところがカラー調整になります。で、今回の場合だと、これ90度回転させたいので、一番左下の、フレームのサイズ変形のところをですね、ボタンを押して回転させてあげます。で、サイズ変形はここでスライダーを動かしてあげるとサイズ変形できますね。で、次カラー調整いきますね。このクリップをですね、ダブルタップしてあげて、で、さっきと同じようにこの右下のですね、カラー調節のパネルを開いてあげると、またこの右側にですね、パネルが出てくるんですけど、ここはですね、基本的にフィルターのですね、コレクションになりますね。カラーのフィルターだったりとか、あとぼかしのフィルターだったりとか、本当にいろいろあります。で、ここで自分の好きなカラコレですね、をしていく形になるんですけど、フィルター選択してあげると、またその下にバーとかが出てくるので、ここでですね、細かい微調節とかをしていく形になります。で、今回はこのエッジっていうフィルターをかけてあげて、この下のブレンドのですね、スライダー引っ張ってあげると、まあ、このフィルターをどれくらい適用させるかっていうのを決めることができます。で、この状態でオリジナルっていうところを押してあげると、このエッジのフィルターの下にさらにこのオリジナルのフィルターが加算されて、で、細かいね、微調節ですね、明るさ上げたりとか、シャドウ締めたり、あとはサイドを上げたりっていうのも後からね、こうやって調節することができます。で、このフィルターの横にですね、目のマークがあるので、ここを押してあげると、このフィルターの表示非表示っていうのを切り替えることができるので、やっぱりこのフィルターいらないやって思ったら、もう非表示にしてしまって、OK ボタンを押せばいいと思います。で、だいたいカラー調整ができたら、今かけたフィルターっていうのを他の動画クリップにもコピペしたいじゃないですか。全体的にね、同じようなカラーバランスにしたいので。で、その時はですね、コピペのボタンがあるので、ここを選択してですね、コピーっていうボタンがあります。で、このコピーを押します。で、この状態でペーストしたい動画を選択して、で、ツールパネルのところにコピペのボタンですね、さっきと同じボタンがあるので、この中からカラーフィルターだけを今回はペーストしたいので、右から2番目、これがカラーフィルターになります。で、これだけをブルーで光ってる状態にしてペーストを押すって感じです。で、そうするとこのカラーのエフェクトだけがね、ペーストされるような感じになるんですけど、もしこのスロー再生のエフェクトをペーストしたいときは、まあ、左から2番目のやつですね、をブルーで光らせてあげてペーストすると、このスロー再生のエフェクトもペーストされるっていう感じですね。ちょっとこの辺はね、また今度やりたいとは思うんですけど、まあ、コピペのですね、機能をうまく使ってあげるとかなり作業効率できるかなと思います。で、こんな感じで全部のですね、動画クリップに、カラーエフェクトをペーストしていきますね。は
い、ということでですね、こんな感じでだいたい完成になるんですけど、もしですねタイトルとかをつけたいときはこの下にプラスボタンっていうのがあるので、ここプラスボタンの中からオーバーレイタイトルっていうのがあります。でこれを押してあげると、まあ、テキストとかがね打ち込めることができます。ただこのテキストをですねたくさん動画内に入れたい人は、iPad のスマートキーボードを使ってあげた方がかなりいいと思います。というかですね、このルマフュージョン実はキーボードとの相性がすごく良くて、今回ねあの Apple Pencil と指だけでやってますけど、キーボードを使ってあげた方がかなりはかどるんですよ。細かいねあのタイムラインの微調節とかも、あの矢印キーとかでねかなり素早くできるので、今度またこのスマートキーボードを使った動画編集のやり方もねやりたいと思います。でまあ今回はですね動画つなげてカラー編集とかするだけだったので、Apple Pencil と指だけでも全然大丈夫です。でこんな感じで完成にしたいと思うので、最後書き出しするんですけど、書き出しするときはこの右下の書き出しボタンです。でここからムービーファイルを書き出すので、ムービーを選択で、どこに保存しますかっていう項目が出てくるので、今回は写真フォルダに保存します。でそうするともっとね細かい書き出しの設定がここでできるので、まあ今回は 4K の 59.9 かな、iPhone で撮った時に 4K の 59.9 で撮ってるので、この状態で設定してあげて、で書き出しボタンを押すと、写真フォルダの中に保存されます。で保存されたやつ見るとこんな感じですね。まあ今回はね細かい複雑な編集とかしてないので、ただのスライドショーみたいになってますけど、まあこんな感じでね簡単な動画編集ならサクッと iPad でやった方が早かったりしますね。でこれ iPhone で撮ったんですけど結構綺麗に撮れてますね。あのスタビライザーとかジンバルとか何もつけて撮ったんですけど、手で撮ったんですけど結構綺麗に撮れましたね。でこれはなんかね Today Apple のお兄さんとお姉さんがキッズ向けにセミナーやってて、それでそのセミナー風景かなを動画で iPad で動画で撮ってたのが結構面白かったのでちょっと撮りました。なんかお姉さんがこうひたすら何回も走ってましたね。今回はですね、Apple Store の京都店に2回目今回行ってきたんですけど、結構ね、私好きで、なんか中が落ち着いてるんですよ。まったりしてる感じ。なのでね、ぜひね、近くに行った人は Apple Store 京都店行ってほしいですね。はい、ということでね、こんな感じで今日は締めたいなと思うんですけど、またルマフュージョンやっていきたいと思います。すごい機能がたくさんあって、1回では全部紹介しきれないので、またね、細かいところ解説していきたいなと思います。はい、ということで今日は以上にしたいんですけど、もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンお願いします。でまだチャンネル登録してない人はですね、こんな感じで iPad のクリエイティブな使い方をたくさん紹介してるチャンネルなので、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。